はい、というわけで、あ、もう始まるのか。今日はりょっくんに、スマブラを教えてもらおうの回。わーい。というわけで、ちょっと間違えてスタートおっしゃったんで、もういきなり始まるんですけど、僕とりあえず、いろいろあって負けを手前やったクッパがビップ落ちてしまったんですね、はい、でそれをなんとか戻したいということでりょっくんに教えてもらいながらやろうという久しぶりのスマブラ企画でございます。まずはセフィロスよろしく。いっ、とりあえずイントロでラケンウェビーでしっかりさせていく。こっちに見えんのやな。こっちのこっちを見れる。ちなみに僕のパソコンで今録画しておりますので。珍しいっすね、仕事してちゃんとしてんの。スマブラやろな。大丈夫、でかい。オーケー、ラッキー。ビースティック、まあ、これビップ手前の戦闘力なんで、そうそうです、まあ、結構ね、そのめっちゃ上手い人からしたらそのミスはなんだみたいなのあると思うんですけど、まあそういうレベルで今それは僕もあるんでね。1回レベルを上げていくという。まあセフィロスさん基本的に引き行動と多いんで、その横びしたび、分からんけど、あのダークなんたらみたいなやつ当たったらとりあえず逃げるべし。はい、熱いに近いね。それか、比較的に軽いキャラなんで、相手がクッパマジ重いからね。危ない、びっくりした。これやばいよ。大丈夫、いいやつ。なるほど、入り直してると耐えるんじゃん。まだいける。無理でいく。野菜やべえ、もったいない。ゲスだったな。ワンジャンだったな。ってな感じでね、久しぶりのスマブラ会でございますよ。そうやね。とにかくビップに上がるまで頑張っていただきたい。まあ、一度上がったことある人間ですからね。まあ、正直ね、クッパはあのビップにいた時間の方が長いんで。そうですね。まあ、出戻りするみたいなのって、ほら、あの TikTok やめる詐欺みたいなんで、結局出戻りして、あのやりラフィーみたいなやってる人、そういう雰囲気で感じ取ってもらえたら。ノー、ジョズだ。まさかの。もうそろそろ横尾刺さるんじゃないですかね。なるほど。やっぱりあんま使ってない技が最後に刺されたそうで、タコを散らしていく。タコを散らしていく。何をしている俺は。なあ、バカ。意外性があるんですから。 100% これは結構刀の先端で死にそうやな。ちょっとセクリソ貫通してるやん。ウェビーもあかんかも。ウェビー見られてんな。カメラする、手出した。おお、まあまあソロが多いんじゃないですか。オッケー。おい、いっ、おお、何、バグったバグった。いやー、さすがクッパちゃん。耐えとる。これジャンプが、あー死ぬ。オッケー、でかいでかいでかい、耐えた。あー、まあ、その入り方があるか。耐えなかった。生きればオッケー。さあさあさあ、ボーっとしてるところに行く前差し込んでバースト。いや、ここですわ。いやー、もったいなすぎー。ウェビあかんな。もったいねー。やっぱ外した時のリスクが。とりあえず羽生える前に殺したいな、これは。この最近の太田狙いをやめていかんと。そうやな、ちょっとスマッシュ振りすぎかもな。大体ジャンプ多いな、やられたの。下手強い。オッケーオッケー、でかい。引く、オッケー。引き行動と回避がよく見えるんで、ライン詰めたら絶対打ち返してるから。そうやな、そういう場合はもう。いやーん、羽生えてた、知らん間に。今のクッパだからめっちゃいい。オッケー、影響力削って死んでいく。オッケーです、とりあえず大丈夫です。ちょっと一回確認するかも。はい、そうです。あ、ちょっと、あそこまで戻ったか。今戦闘力が何倍、854。まあ、今ボーダーが890ぐらいだから、うん、あと36万ですね、うん、だから参戦か、あと。はいはいはい、チャレンジチャレンジチャレンジと言われてる。チャレンジチャレンジチャレンジが熱いな。いや、ほんでね、僕ほんま一番強い時は954とかやったんですよ。せやな、100万溶けてるんですよ、うん、いや、ほんでこのゲームほんま怖いなと思うんが、やっぱ数日やらんかったらあっという間に下手くそになってるっていう。じゃあまあ、スポーツもそうですけど、うん、1日忘れると3日忘れるからね。そう、うん、それがほんまあれやな、大事なんですよ。ほんで最近ね、皆さん見ていただいてるように、メインチャンネルのクオリティ高いじゃないですか、どう見ても、うんうんうん、最近、うん、頑張ってんすよ、ちょっと最近ね、いろいろ、うん、みんなでっていう中で、ちょっとスマブラをやってる時間がマジで2週間ぐらいなくて、で、この間久々やったらあっという間に100万ぐらい解けて今に至るって感じなんですよね、うん、なんかスマブラやらんでもええかなみたいなってやん。そうやな、もう引退しようかなって言っててんけど、ちょっと引いたもんな。引くなよ。マジか。いや、でもね、それで考えた時にスマブラ以外にじゃあなんか趣味、娯楽しようってなっても、うん、このご時世やん、よう考えたら。そうやね。服とか最近買ってるけどさ、でもやっぱほんまに服見に行きたいやん、外に、うん、だけどこのご時世やん。
まあ、それスマブラせんと、うん、ユニバ行きたいってなるわけにはいかんやん。そう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 、なったなるっていけたらそれでも全然かまへんねんけど、ね、とりあえずもう試合に入りましょうか。逆にカービィなんか対策あります？カービィは対策、これだって対策はないっすね。横ビー刺さるからな。じゃあほんまはその技当たらんのが結構辛いんだけど、カービィ、うん、フットは結構判定広いから空前とかも空後だけはあんまり当たらんかもな。これに関してなんですけど、うん、ウェビーとかやっぱでかいスキルを出すとこういう幅になるんで、なるので相手よく見てるって感じなの。むしろ相手しか見ないっていう立ち回りですよね。あんまり掴みからのコンボが熱くないようなイメージやってるわ。やばい、カービィ、ああ、だから割とガード張ってても大丈夫だと思う。掴みからのそんな熱くない。こういう横ビートが来た瞬間にこの別に一発で避けれるから、それそれ。よく跳ねるやつやな。で空中は普通に無敵なんで結構出るウエスマとかで全然いいと思うね。なるほど。おー行くね。あ、いいでかい。そのままジャンプ上がり。ああ。一番の感じ。相手の苦戦って感じですね。まあ、正直ファイヤーで稼げたらこいつ彼がすぐ飛んでるからね。ああ、よくないよくない。おお、ウエスマとされて展開が多いっすよね。うん、え？強い。やばい、危ねえ。あ、回られてるー。もうこれも良くないなー。これはしゃあないわ。この辺のな、立ち位置管理とかもクソになってんのよ、知らんのに。間合い管理がね。いやー、俺も最近のなんか、最近のビップ環境あんま分からんな。全然やってないですよね、実は。あ、そうなん、うん、暇つぶしにプロもやってるぐらい。あ、そうなんや。あー、それは。あー、これ終わるか。あー、やべー、それ強いなー。やってもだ。うわー、なんかもう、赤ワンなないやーなんかね、わかるっすよこれ。復帰を知る人の気持ちがわかる。何してんねんお前、うん、これこうやろと。何してんねんとお前、この魚野郎がと。悔しい。いけるっすよ。手取れはあんま好きやないね。アクセルさんよろしく。よろしく。ゼニガミか。お、相手に熱いエール送って。お、何狙いや。何もしてこい。下すら、なんかあんのか。いや、ないとは思うけど。ノリのスマッシュやめよう。ノリスマあかんな。あれじゃねえ、むちゃいなくちゃ。でかい、すごくうまいで十分やな。でかい。あえ、ちっちゃ。当たらんのか。ジャック当たらんの。ジャック当たらんの。やばい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 。すごくない。あぶれ、シミソメーターあったのこれ。あ、やばい、耳鳴りしだした。やば、出さんで。うーん、あかん、あいに近づくと葉っぱかったからの結構ええ感じのコンボ決められる。ええー、怖い、危ない。通常が危ないもんな、これ。スラーさん。おーれいいな。こいつが怖いよな。リザードは空母だ。空母しか狙ってきてないもん。でかい。あー、マラシナ、マラシナ、マラシナ。マラシナよ。おぉ、あー、終わる。いや、大丈夫。まだ大丈夫や。いやー、死ぬか。いや、ちょっとミスったね。死ぬか。この線路がありがちだけど、打ち返やっぱめっちゃ多いな。なるほど。うん、打ち返いっぱい多い。さっきからずっとこれ振り向きつかみか、逆側に横に打つかとかで、今はまあそれいけるな。振り向きつかみか、うん、ちょっと慎重に待たなあかんな。あー、あかんそれ、あかん、あかん、それあかん、やりたい、やりたい方が、血の気多い、血の気多い、いろいろ考えすぎてやりたい方が、血の気が多いよ。引いてくれない。だいぶいいな。あ、ほら。オッケー。さすがにった。おお、でかいでかいでかい。まだある。全然あるよ。クッパまだある。まだ大丈夫。よしよしよし。